僕に1万円以上のスーパーチャット配信で送ったことがあるよという方手挙げてください。どうですか、結構いますね。じゃあちょっと当てて、あ、じゃあ前のお姉様、ちょっと待ってな、ヒロネネコやろ、ヒロネネコや、俺すげえ、俺すごいね、ヒロネネコや。ちょっとそのカバン、あ、ずっといいですか、触っていいですか、見していいですか、いい、アイコンこれやん、これすごいね、大丈夫、アイコンこれやもんな、サンリオピューロランドで作った粗品って書いたやつ、俺すごいな、あ、すいません、ありがとうございます。え、ヒルネネコやん、こんにちは。もう言っていいですか、いろいろあなたのこと、ジャニオタを降りた女ですね。そうですよね。で、粗品さんに貢ぎますとか言って、もう今月は多分トップクラスにヒルネネコ投げてくれて、ずっと来てくれて、今月からですよね、でも。はぁ、誰のファンやったんですか。言いたくなかったらいいですよ。うん。へぇよろしく言っといてください。いろいろあるんですね。いやいや、ありがとうございます。いや、すごいな、今の。え、俺が当てた、初対面ですしね、もちろん。え、これは切り抜きバズるな。神対応、ありがとうございます。またゆっくり。ヒルネネコが1万5000パッペゲーム付け子、ありがとう。粗品の切り抜き見てファンの認知すごくて楽しそうだから好きになった、認知されるのに頑張るにゃ、えぐ、切り抜き効果えぐ、嬉しい。そんなことになってくれる？いや、俺な、もうお前のこと認知、あ、まだ引っ張った方が金くれるか。アイコンもシナモンロールが粗品って掲げてるやん、ほんまや。ヒルネネコ、おいおいおい、特別扱い決定。ジャニオタ降りた、まあごめんなさい、ジャニーズの皆さんみたいにね、なんかこう女の子に夢は与えれないかもしれないですけど、あの、笑かします、もうそれだけ、もうめっちゃ笑かすから。え、例えばそうやな、ダジャレでも言おうか、昼寝ね、なんか昼寝猫で、昼寝でダジャレ言おうか、昼寝をしすぎてもう昼寝くれちゃったよ、昼寝、ひねくれ、昼寝くれちゃったよ、本当に。昼寝猫が4万8000パッペケを吹きかく、ありがとう。あんまギャグおもんなかったから降りるわ、やかましいわお前、帰ってきてくれー、すまん。そして昼寝猫はガチ離れ、どこ行ったんマジで。ガチ、お前なあ、ガチ離れやん、まあなあ、嘘だぴょーんとかないんかい、1万円でもええから、ボケー、ボケーじゃないけど。昼寝猫が5万8000パッペケ金脈、ありがとう。ボケー、ボケー、おかえりー。